はい、こんにちは、スアルフです。今日もサモンズボードをガチャ引いていきたいと思います。今回引くガチャはこちらですね。レアガチャ2019ニューイヤーレジェンドフェスティバルということで、まあ早くもお正月のガチャが出てるということですね。今回のガチャの期間が、まあ、12月27日から、まあ、最後だと1月の8日までです。まあ、いつも通りピックアップキャラクターが設けられてますので、まあ、その期間内に、まあ、3回、まあ、それぞれのカラーが出てるっていう感じですね。で、まあ、期間限定で、まあ、こちらのキャラクターも出ますよっていう感じですね。今開催中なのは、まあ、僕が今回引くんですけど、この新春満腹満腹、はい、とあとざっくりね、今回の新キャラを紹介していきたいかなと思います。まずこちらのカルタ姫かな、ナティエさんが出てきましたね。とリーダースキルがバランスタイプの味方は攻撃力が 5.5 倍 &9 コンボ以上で、攻撃力が 3.5 倍 &HP が 2.5 倍ということと、あとスキルがチェーン速攻持ちで、盤面下3末の横列の敵に水属性攻撃力 ×50 倍防護貫通ダメージ&縦横斜め前列の範囲ダメージトラップ設置で、セカンドでさらに味方全体が一旦の間ダメージ無効度、なんかめちゃくちゃいっぱいあるけど、まあもうとりあえず強いっていう感じですね。ともう一体がウルスラグナーが出てきています。なんか持ち食ってるね。なんかちょっと今までと雰囲気違う気がするのは僕の気のせいなのかな。まあなんかウルスラグナー、まあ結構無表情なこと多いけど、なんか今回好きかもしれん。はい、リーダースキルはこんな感じです。攻撃タイプの味方は攻撃力が 6.5 倍&毎ターン HP が6000回復、いいんじゃないかな。パーティーも組みやすいと思いますしね。でスキルがチェーン速攻持ちで、自身が5ターンの間最大 HP100% ダメージをブロック&1ターンの間攻撃力が25倍&HP1 万回復ということで、あこちらもなんかね、守って打って回復してみたいな、もうすごい。でスキルも6ターンなんで結構いいですね。これはちょっと欲しいぞ。とあとこちらのかすみさん、リーダースキルは闇属性の味方は攻撃力が 4.5 倍 &HP が 2.5 倍で、スキルがチェーン横一列の敵に闇属性超絶大ダメージ&1ターンの間スキルが使用不可と。一応星7だけど、そんなに突出した、まあ、スキルとか、まあ、リーダースキルではないけども、まあまあ使いやすいかなっていう感じですね。まあでもサブとかで使ったら結構活躍してくれるかもしれないんで、まあこの子も欲しいです。はい、あとネノヒちゃんですね。ここになんか破山を模したような獅子舞がいますけど、とリーダースキルはこんな感じで、アタックタイプの味方は6コンボ以上で攻撃力4倍 &9 コンボ以上で攻撃力が9倍かつダメージの 20% を吸収で、スキルがもうまんまだね、獅子舞破山って書いてあります。1から2ターンチャージで、自身が1ターンの間攻撃力が25倍、3ターンチャージで攻撃力35倍。とんでもないな。まあ、自分の攻撃力自体があんまり高くはないんですけど、193なんでね、マックス。まあ、それでもね、35倍はとんでもないよね。まあ、いろんな使い方ができるかなとは思いますね。まあ、以上の新キャラクター4体、まあ、今回ね、どれでもいいんでちょっと狙っていきたいかなと思います。個人的には、まあ、どれでもいいとは言ったものの、まあ、ナティエね、とりあえず狙っていこうかなっていう感じですね。イラスト的に僕が一番好みっていうところがあるので、まあ、スキルとかね、リーダースキル、非常に強力なので。まあ、ただ、まあ、ここに今ちょっと出してるんですけど、ピックアップキャラクターの期間がですね、ナティエに関しては今やってるのが 0.35% なんで、まあ、かなり厳しいと。で、一番最後のですね、1月4日から1月8日にかけてのガチャのところで 0.85 まで上がるので、一旦今日はちょこっとガチャ引いて、まあ、出なければこっちの最後の緑色の期間、これちょっと読めん、流昇オーブって読むのかな、もうサモンズ結構読めんことが多い、まあいいや、の時にちょっとそれで引こうかなと思います。ではガチャ引いていこうというわけで、今回ちょっと、いつもの単発はちょっと光結晶の残り具合の兼ね合いでちょっと引かないようにしたいと思いますので、そこちらの方はご了承くださいということで、とりあえず11連2回引いていきましょう。ちょっと待って、ちょっとラインナップ見よう。まあラグナとナッティエ、ネノヒ、こんくらいをまず狙っていきたいですね。エトワールはね、僕、あ間違えた、
エクレルは持ってないんで欲しいですね。クラマはあります。持ってません。持ってます。あとそうだね、マルティウスはあるな。僕ねラルグ持ってないんでね、ラルグ出てくれるとちょっと嬉しいかな。よし、まあそんな感じなんで11年行きましょう。さあまず一発目何が出るかな。いけ。あ、白いね。最近白ばっかだな。今日の単発はあれだったけど、赤に、おお、はず、あっちゃー、あっちゃー、これもか。おおー、来た。マジやば。え、もう終わってもいいわ俺。嘘でしょ、俺神かもしれん。よ、おお、エクレル、やべえな。え、もう終わろうかな。おお、持ってないやつめちゃくちゃ出た。これ終わっといた方がいいよな。いや、すげえな。僕っていうか、あれですよね。サモンズボード、まあ、主にガチャ引いてますけど、まあまあ、すごいな。欲しいって言ったやつは、まあ、基本出てる。この間のイースに関しては、まあ、ちょっとね、追い課金をしましたけども、まあ、無事出たのでね。いやー。いや、どうしようかな。ちょっと迷う。まあ、でも、引いていくか。もう一回引いていこう。じゃあ。あと、もうこれで、今回の新キャラ全部コンプしよう。行きましょう。そい。お、赤いよ。落ちてきたね。虹雷1個か。よし。ほらね、絶対出てくると思ったもん。はい。全然いないやつばっかだな。まあ、こんなもんでしょう。はい、というわけで、今回、ね、まあ狙ってたね、ナティエが。来てくれたんで、まあ満足です。一応どうしようかな。まあ お正月なんでね、まあこれ多分僕年内最後の配信になると思うので、まあ年明け一発目なんかやりたいかな。まあ今ね、新しく開催されたフォレズの塔の攻略も一応やってるんですけど、あのこの間のねランゲイアの塔みたいにちょっと結局クリアできずのままね、こう終わるっていうのも、まあ、申し訳ないんで、まあとりあえず年明け一発はまたガチャ引いていこうかなと思います。まあ気が向いたらだけどね。はい、というわけで、まあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。まあ先ほども言ったように、この配信がまあ2018年最後の配信になると思います。本当にね、今年1年というか、まあ僕のいろんなね動画を見てくれる方でご存知の方もいると思うんですけど、一時期ちょっとねお休みをしてたので、また復帰することがねできて、まあ僕自身はすごい楽しんでやれています。まあたくさんの方からねコメントだったりとか、まあ、高評価だったりね、低評価に関しては何が足りなかったんだろうという反省もしつつ、まあ今後も頑張っていきたいと思っています。で2019年もね、まあ先ほどもこれも言ったんですけど、まあ、ガチャ一発ね、まあ、運試しということでやっていきたいかなと思います。あと告知をするとですね、また新しいカテゴリーを立ち上げようかなと思ってるので、またそれはちょっと年明けの、まあ、いつくらいになるかな、1月中にはちょっとアップできると思うんですけれども、そちらの方もまあ楽しみに待っていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。まあ、今日はというか今年も本当に1年お世話になりました。また来年もね、ぜひアルフチャンネルの方よろしくお願いいたしますといったところで終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。アルフでした。皆様良いお年を。バイバイ。